Nice! モンスターズジョン TV! 始まりました、モンスターズジョン TV! 今回も人狼会やっていきましょう。こちらは今回ね、やります、ガオガオ会の主催、カズヤさんでございます。よろしくお願いします。モンスターズが浮かない顔して、え？一本撮りにしない今後。日本撮りってさ、やっぱこう引きますか後に、うん、やっぱあのボディーブローとかじゃなく普通にテンプル行かれてるわ。足の震えが止まらない。やっていきましょう。もはやね、もはやね、新しいダンスとかじゃないよ。やべえ、そんなそんな新しいダンスかい。シャレなダンス。さあ来い、行きましょう。さあ人狼のカード来い。よっしゃ。人狼さん、目を開けて仲間の人狼を確認してください。はい、確認ができたら目を閉じてください。占い師の方は目を開けてください。人狼でない人を一人教えます。こちらの方は人狼ではありません。霊媒師の方は目を開けてください。確認ができましたので目を閉じてください。騎士の方は目を開けてください。はい、確認ができましたので目を閉じてください。狂人の方は目を開けてください。はい、確認ができましたので目を閉じてください。恐ろしい夜が明けました。皆さんおはようございます。おはようございます。初日の会議の時間は8分です。それでは話し合いを始めてください。よろしく。絆リレーという、はい、おうん、やつをやってみようかなと。絆リレー、はい、はい、絆リレーとは、絆リレーとは、この人は多分村じゃないかなっていう人に指を指します。でその人がこの人村だなって思う人を指します。で最後に3人残るか、もしくは4人にするかってことができるんですよ。でその4人を今日の処刑対象っていう方にしていこうかなと。うん、ただこの、絆リレー、うん、僕の実戦ではほとんど釣れたことがありません、初日。はい、ただ分かりやすい作戦としてはかなり、まあね、そしてりょっくんの持ってる作戦だと黒絆リレーというリレーは黒絆リレーまあまあ釣れます。お、はい、ただそれを僕らも知っちゃってるので、まあどっちやっても OK です。はい、その絆リレーっていうのに1個追加ルールを設けたいと思います。おお、ちなみに例えば狼の人がいたとします。自分は狼なんで、カズヤさんに例えば刺されたとします、はい、そうすると狼にとってはカズヤさんが占い師じゃないってバレちゃうんですね。要は占い師って大体初日に人間だと思ってる人を絆で下ろすから、うん、なので占い師の人も初日で見た人間の人は下ろさないというふうな条件をつけた上で絆リレーをしたいです。の一つ付き合い、追加したいです。シロサギを刺さないではなく、刺してもいいし刺さなくてもいいにしたい。だってもう折れてる場合もあるよね。そうだからそれにしたい。そう、あ、まあ分かりました、それでいいや。じゃあやっていきましょう。じゃあ全員立ちましょう。 OK。 さあどうしよう、何が来てる。規定にジョン君とかがいいんじゃないですか。まあ、人狼の可能性はめちゃめちゃありますよ。なぜなら俺が人狼じゃないから、この人人狼の可能性が高いでしょうし。おーおーおお、いいでしょう、いいでしょう、いいでしょう。あなたが人狼と言われている私が刺しなさい。 T さん、あ、できてんな。できてます。よくわかりました。できております。めっちゃ探した。先ほど下がりつつ、はい、できてるんでジョンさん探して。ホテル違うから後で。もう一人、じゃあ浩平さん、ルーラーさんね。俺はヨシキをめっち
疑ってるの。おいい。だから絶対詐欺ができない。カズヤさんも絶対詐欺。おお。カズヤさんは村っぽいけど他の人は詐欺。ああなるほど。さすがだね小林くん。しぐれさん。あどうだった。一番こうかな。一番人間だと思ってるのはアンパイさんなんですけど、ひなさんを下ろしてみたいなの。ひなさん。はいひなちゃん誰を下ろしますか。なんかアンパイさんの知り合いが一番村っぽい。アンパイさん。あとはみんな要素取れてない人か。選んで。選んでよ。やめろや。早く。じゃあ、カズヤさんおろしてください。俺は、ルト君、ナナ、ゆかりちゃんは、ルト君、ナナ、ヨシキ君、タクト君を戦ってほしいので、俺はリョウ君を下ろします。好きナナちゃん、可愛いから。じゃあ、4人だ。5じゃん。5だよ、これナナちゃん、残り時間3分です。はい、ナナさん、選んでも選ばなくてもいいんじゃないですか。もう選ばない。あ、選んでもいいよ。奈良さんがね、すごい人間だと思ったら、下ろしたいって人がいたら、下ろす。3人に登録対象。この人は絶対嫌だって人がいたら、なかったら、もうこのまま。あ、このままでね。はい、OK。さあ、じゃあこのまま議論しましょう。高校、なんか、まあ、あれば。明確に、あ、それまして、明確に理論中、ブレラ対象が素直に残ったなと思っているんで、普通に人狼同士でがっつり繋がり合ってるように僕は見えますね。タクトさんとナルトさんとかも意見を聞けば強くなる人だと思うので、ここで頑張りましょうぐらいの感じです。はい、はい、そうですね、この今の感じだと、最初に喋れなかった人、まあ自分からも行かなかったかもしれないですけども、喋れないイコール人狼に仕立てやすい、先ほど一番最初の SG の1位ですね。SG だから。で、逆にこの絆レリナリレーは、やはり人狼同士が助け合ってるようにしか見えないので、ここには僕は人狼はいないんじゃないかなと思ってます。なので、最初のジョンさんと T さんの位置結構怪しいかなと思ってます。おーかさあ、ルト君は。はい、僕は、まあ、この中には人狼はいらそうかなと僕も思ってます。実はですね、ヨックンと僕がちょっと誰も気づいてないんですけど目が合ってしまってそれでなんか めっちゃがっつり目を合わせたのかなって。ねえじゃねえよ。聞かねえよ。その後もああいうすごいアピールとかしてたから、あれがなんか村にも見えるし、あからさますぎるから人狼にも見える。そうすると呂くんと呂くんを下ろした和也さんがちょっと怪しいかなって思って。はい、ゆかりちゃん。私はなんか白っぽいなって思った人まあまあ下がったんで、この中に人狼一人ぐらいいてもいいんじゃないかなって思ってます。で、ジョンさんとピッさんは目立ちすぎてるから下ろし合うの。人狼同士ではないと思う。いたとしても一人。僕が考えるに、今のゆかりちゃんだった場合って、ここにもし二郎いたら外部に行きたいよね。外に、ここにはいないって言って、でここ3人がそれを言ってるんだよね。そうなったらここの二郎はあるっていうのは分かるかな、皆さん。もし外部に。でも外部に行こうとはなってないから、まあまあ。っていう考察だけを。結構あ質問なんですけど、今話してもらった中で、ヨシキとタクトさんは、まあこの中には人狼がいないと思う、で、降ろされてると思うって言ってるんですけど、誰が人狼同士で降ろし合ってると思いますってことを聞きたいなと思って。トリトさんから出てきた意見の T34 さんがちょっと濃いなと思ってるのと、一番上ぐらい立ってない人の中で怪しんでいるのが、リョックンです。リョックンが攻撃の中あるの。はい、T さんとジョンさんの間は絶対合って一応、ルトさんとリョックの間にも合って一応、これだけ落とす。さあ、投票です。さあ、シグレス君長。はい、じゃあ、投票しますと。で、今、ちょっと聞きたかった話がタクトさんの方から聞けなかったんで、まあ、できたらこの投票中に聞きたいかなと思って、僕もあの処刑対象はこのヨシキ君、ルトさん、タクトさん、ユカリさんの4人でいいと思ってるんです。でもこの中で僕結構明確に違うと思ってるのが、この4人に話を聞いたときに、ルトさんだけちゃんとリョック君とカズヤさんが繋がってるんじゃないかって言ってたんですけど、タクトさんとヨシキ君はそこをちょっとなんか抜けてた感じがして、ちょっとなんだろう、少し怪しいなって僕は思ってるんで、話が聞けた方のヨシキさんの方に今回は投票します。さあ、じゃあ、はい、投票します。は
私は、武藤さんに入れます。で理由としてはさっきの目があったじゃないけど、実は僕とも目合ってますよね。で僕と目合った時の反応がちょっと、まあ、違和感を感じました。だいぶ気持ちなく感じたんで僕は武藤さんに入れます。はい、明確にこれだけは言っときたいんですけど、まあ、端的に言うと僕が思うに、人狼が人狼を下ろしてるって思ってる人が多分あんまりこのゲームはやったことない人で、やったことあるプレイヤーは人狼は勝手に下ろされてるから基本下ろさなくてもいいよっていうのが結構これを何回もやったことある人のイメージだから人狼が釣れない。だから僕りょっくん人狼の中でここをやるっていうそのもうどうです皆さん人狼ですよ下ろしましたよもう絶対やらないっていう、うん、まあ逆に考察すると俺とりょっくんだったらあるかもねと思ってくれた方がいいかな。それを知ってるからで僕は投票はアンパイさん全然白くないんだけどアンパイさんすげえ俺怪しんでる。だからこの4人から行くんだったらウゾ君かな。投票します、議論の最後で言っていた、ルト君とリョックンの利用がないっていうのはルト君がわざわざリョックンのと目が合ったことを触れたんです。オオカミ同士でその話はしないとから、ルト君とリョックンの利用はないのでルト君がオオカミだったら、リョックンはほぼほぼ村かなって思いつつに来ている。で T さん と、ジョンさんはあからさまに顔やったさすがに二郎でやらないと思います。なのでここの二郎もないあって一郎っていうのが、その仕事です。で、ゆかりさんだけは投票対象の中に行こうって言った唯一の、4人の中で言った人が一番白いと思う。だから今日絶対ここだけは絶対なのでルトさんっつったら、いろいろ見えるかなと思うけど簡単に吉木君は出しんでるので吉木君に入れます。結構硬いと思ってさっきです。さあ、T さん、ペッタこっちに誰かってことに思われてから行きます。ですね、カゼさんもおっしゃられてるんですけども、僕もこの絆リレー実は大嫌いでした。だいたい最後に残った人ってみんな村人なんですよ。なので、ヨシキさん、ウトさん、タクトさん、ユカリさん、僕はもうほぼ村人で見ております。で最後に、ヨッフンが、ナナさんを下げましたね。二人が人狼なんじゃないかなと思います。ナナさんが人狼だったら、下げて、しまうよりも4人村人を残しておいた方が人狼が有利になるので僕は一番長さを選ぶ。すいません、投票します。先ほどしぐれさんが、僕とよしきさんは、人狼一を行ってないというふうにおっしゃってたんですけど僕はジョンさんと T さん最初、絆リレーで、投票し合ってたんですけども僕は逆にそれが、こう目立つのを目立って隠れている人狼なんじゃないかなっていうふうにはお伝えしました。でただ今 T さんの発言からちょっと、村人なのかなと思いました。でそれは緑空さんが奈々さんを下げた後に奈々さんがもし人狼の仲間がいたら下げるはずなんですけども誰も下げませんでした。もしかしたら奈々さんが人狼だった場合ここは村人っていう可能性があるので僕は奈々さんもありえるんじゃないかなと思ってます。で僕はもう、こっち人狼つながってないということを証明したいのですいませんルトさんに入れます。はい、僕は、まずよしきくんなんですけど僕がりょっくんとカズヤさんの話をしてたのにその T さんとジョンさんの話をしてるっていうなんかちょっと把握漏れ間違いがあったのでなんか村かなと見てます。でジョンさんは村陣営を僕に入れてきたのでジョンさんと T さんの中であるとしたら T さんかなって思ってるので僕は T さんと見てます。まずこの4人の中に2色いると思ってます。そしてルト君は違うと思ってます。ここでわざわざ自分が票が溜まってるところで入れないいわゆる外に入れているっていう点から。そして
まあ、その東京対象外で怪しいのは勝谷さんですね。これ、あの、結局占い出さない展開の中で、狼に対して不利な発言をしてるんですよ。狼の占い師を探すのに不利な発言、不利な作戦を提案しています。で、二色だとすればやっぱり、あの、シグレモンポスと一緒です。ヨシキ君とタッチ君の二色だと思います。あの人の中で、まあ、1人2人いるかなと私の考えなんですけれども、ちょっとさっき公表の中で、奈々ちゃんを疑ってたんですけど、奈々ちゃんを疑って、4人の中で、まあ、人狼いないんじゃないかなっていう考察をしてたんですけど、なのに投票は、武藤君に入れたのがちょっと怪しかったので投票。私、4人の中から行こうって言って、で、3人、もう半分ぐらいまで投票をしなかったので、釣り流れで CO があるかなと思って待ってたんですよ。けど、CO しなかったので、人狼じゃないのかなって今思ってます。で、待ってた理由は私が占い師です。なので、初日の白崎は T さんです。なので、T さんにはもう重ねないでほしい。で、もし出れない理由があるとしたら、ここに二郎がいるんだと思ってます。で、他に出して。よしさんにやつ。私も怪しんだ人はめちゃくちゃ村っぽいと思いました。確かに。そうだなって思ったので、だからその人たちには入れないとして、私は今回、勝さんに入れるんですけど、今日集まってなかったから、勝さんだったかな。投票します。僕が投票しなかったのは、りょっくんを明確に大事と言っていて、りょっくんが動かないからです。りょっくんを相当怪しんでいて、僕とタットさんに動くことはありません。僕が死ぬわけなのかな。って言って、りょっくんに殺されるのか。霊媒師です。ゆっくり殺されなくてもいいです。どうぞ願います。はい、最終票もらいました。最終票、それはこの村の特権、決定票を打てる存在、そして良介君をとどめを刺せる存在であると。果たして今の出方、霊媒師に見えましたか？若干見えました。なんだよね。武藤さんに投票して一度、決戦力にさせていただきます。すいませんでした。なんだよ。あ、決定票が。じゃあすいません。よしよし。本日の初期は武藤さん。武藤さんです。はい。そうですね。ひなちゃんはずっと手を挙げてたんですけど、あのみんながどんどん出てくるから後の方に下がっていったので、なんか人狼だったらもっと頑張って手を挙げて結構強引に行ってたんじゃないかなと思います。なのでだからさっき頑張れって言われたから頑張ってる市民に見えました。あとはちょっとまだまだないですけど、皆さん頑張ってください。メイクしてきてるから殺されるから。ちなみにルトさんと目だったんですけど、目が青くてかっこいい。これ目だね。さあ夜、うわぁ全員ミスる人しかいねえな。はい、お願いします。霊媒師の方は目を開けてください。はい、昨晩処刑された後はこちらになります。確認ができましたら目を閉じてください。占い師の方は目を開けてください。はい、本日占い、したい人を選んでください。こちらの方の紹介はこちらで、
それでは目を閉じてください。はい、神野さん、神野さん、目を開けてください。本日襲撃するプレイヤーを選んでください。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1。はい、それでは目を閉じてください。はい、騎士の方、騎士の方、目を開けてください。本日人狼の襲撃から誰を守りますか？はい、こちらの方ですか？はい、了解です。それでは目を閉じてください。はい、恐ろしい夜が明け、朝が来ました。昨晩の犠牲者はしぐれさんです。よしよし、いいとこ勝った、いいぞよしよし、おはようございます。おはようございます。6分です6分。さあ結果、ちなみにもし他に霊媒師とか預言者がいるなら同時に出してほしいです。はい、いきます。3 2。はい、浩平さん、神狼。はい、しぐれさんが初日勝です。以上、人間でした。父さんは、あの鳥は人間です。申し訳ない。はい、なので、ゆかりさんどなたに、はい、ということで、浩平さんを、が、絆リレーで選んだ方を動かしていただきます。俺はしぐれさんです。で、俺はしぐれさん選んでて、俺をもらった。うん、じゃあ、それあと誰を選びますか、その後。え、選ばれた人、選ばれた人もしてください。あ、選ばれた人。なるほど。ジョンさんが T さん選んで、T さんがジョンさん選んで、ジョンさんが俺選んで、俺が、しぐれさん。そのしぐれさんを、殺してる俺を占ったと。僕はそもそも、まず占い理由から説明させていただきます。まあ、立ってる4人以外、3人以外から占おうと思いました。やはり絆リレーですので、狼が狼を占う可能性が高い。そこで狼を見つけたら、ここですごい見つかりやすいと。なので、結構占い理由としては、まあ、わからないですけど、そういう理由はなく、占ったら黒だったんで、ジョンさんをめちゃくちゃ占ってます。以上です。さっきの司会じゃな。ゆかりさんどうぞ。で、私はりょっくんがさっき霊媒師で出るのかと思ったんですよ。で、出なかった。で、結局よしきさんを助けた感じになっちゃった。で、まあ一人しかいないから、しぐれさんで霊媒をしてない限り死んだんだろうけど、ここが人狼だった場合、りょっくんが人狼なのかなって思って、だったらりょっくんが下げた奈々ちゃん人狼出るのかなって思って、シグさんが、キズナリーダー選んでしょ、誰だろう。シグシグは誰だろう。あ、ひなちゃん、ひなちゃん。それは、結構、占い両人制だと思う。なんでかというと、昨日 1CO の霊媒、1CO の占い師、1CO の占い好きが噛まれてないことだから、めちゃめちゃわかる、それから両方偽だと思っていて、シグが俺に言ってきたから、シグレさん真だと思っていると言ってます。真占いから正直俺を釣ってる余裕がないと思って。はい、チリさん、僕が本物の霊媒師です。昨日も死のを見てます。おお。なので、ゆかりさんの考察がすごい分かりました。よしきさんが人狼、りょっくんが人狼だから、ななさんが村人って今考えてで、じゃあゆかりちゃん教授だった場合でも初日囲えてるじゃないですか。で、囲えたら、まあ、T さん絶対紙入んないし、ってなったらゆかりちゃんに多分護衛が寄せたら、よしき君が落ちるじゃないですか。でもよしき君落ちたら次の人は出れないじゃないですか。で、考えた時に、そう、わかるよ。だから紙が、要は占い師を探してる紙が入ってるように見える。めちゃくちゃわかる。から、俺はしぐれさん結構占いあると思っちゃってたから、役職ありそうな耳出せたから下げて、ちょっと一つ、今回の村の方針を決めたくて、今占い師が2人出てます。霊媒師が2人出てます。そして占い師の片方の人間が王冠だと言ってる人をグレーにいます。本日ジョンさんならどなたを連れたいですか？僕は、まあ、一番最初の流れもそうですけど、まあ、T さんはやはり白く聞いている、今の流れも含めなおさら、で、浩平さんは変わらず、で、奈々さんが最初怪しいかなと思ってたんですけど、ただそうは見えず、逆にゆかりさんが出たタイミングでそれが変わったんで、僕はゆかりさんがちょっと怪しいのかなっていう僕目線の。ゆかりさんつったら、残り時間3分で、ほぼほぼ真決め打たないとダメになるんで、それから浩平さんつったらどうですか？俺をつると、ほぼほぼ負けると思っていて、俺が無駄なので、結局、レード結果が割れないと思ってるんですよ。ってなると、
結局2人ブラックったことなんですよ。ほぼほぼ勝てないと思います。俺は正直ヨシキ君めちゃくちゃ叩いてます。でヨシキ君が陣内だと思って叩いてたら俺がオオカミって言ってるんですよ。ヨシキ君は構われてないですよ。どっちも俺偽物だと思ったんですよ。で、キッズ T さん、T さんだけは本物かもしれない、もしかしたら。ただオオカミかもしれない。霊媒師のお二方はどなたを連れたいか教えてください。僕目線で全然6分のシーンがあって、高野さんは僕、役職目で伝えてきて、釣りを外した天下に見えるので、全然6分目はあると思います。ヨシキさんは、はい、僕は、奈々さんが昨日誰も下ろさなかったので、奈々さん、ヨシキさんの未人度はないと思っています。ヨシキさん、6分の未人度はあると思っているので、どちらかというと、6分を釣りたいです。いやいいね、シーン変わると。はい、僕、投票で気になったのは、奈々さんは、私を疑った人は結構村に見てますっていう発言して僕結構奈々さん疑ったんですけど奈々さんから票をもらいました、うん、もしかしたら奈々さん人狼でゆかりさん、よしきさん人狼で可愛がって僕からルトさんに入れるっていう流れが僕は見えてきました。それ言ってくれるのすごいありがたくて奈々って昨日4人が全部村に見えたってなったんですよ。だったら1人は下ろしてあげないと3人に絞って要は CO ないし何かしらそこを4人に行かない方が絶対いいんですよ。それを自分が4人が村に思ったのに4人で行こうって言ったんですよ。3人にした方が良くないですか普通に考えたら。カバンの分けではないんですけど、はい、その時じゃなくて発言から白子も来たんで、ね、いや投票の時に4人がっていう話はしてたんですよ。で投票の時も、私を疑った人は、白っぽく見えてます。村人は誰に入れたでしょ。僕に入れて、僕は疑ってました。よくも信じてた時に、ヨシキさんとゆかりさんが結局残ってるんですよ。残り時間そこにオオカミがいるんだったら、結構白くなってくると思っていて、ヨシキさんがオオカミだったらめっちゃ白いと思うし、で、ゆかりさんがオオカミだったら、結局ゆかりさんも下げるんで、俺はしてくれたのさ。ゆかりちゃん、人狼で見てますよね。結構あると思う。そうですね、だから、今日、標準で昨日、ヨシキさんがオオカミで、この人が怖かった量なんじゃないかなってちょっと思ってる。はい、一つそれ論破できます。しぐれさんって、今日何票目に行くんですか、わかります？1票目に入れたんですよ。新占い師が1票目に適当に投票ありえません。じゃあ、それ対象が決まってるからありえます。ありえる。自分の白崎がいない。で、あの人の場合は、つけたくないっていう。はい、では、しなさんを下げてたことから、ひなさんが、予言先であれば、全然あります。なるほど。ちょっと実は欲に聞いた。はい。公平黒から何が見える？公平黒からジョン黒が見えます。ジョンさんはめちゃくちゃ休んでますよ。公平黒してるんですよ。いや、もう YouTube でいらないから。超疑ってる。じゃあ、霊媒どっちの死に見える？投票です。投票します。はい。投票します。霊媒者のヨシキ君に決まってます。なんで僕、生かしたんですよ、彼。彼が霊媒師だと思ったからこそ殺さなかった。それ最終票まで持ってたのも、最終票手前まで持ったのも、それは意見が通るかなと思った。うん、筋が通ってると思います。今日の投票は、浩平さんにしていただきます。これで、ライン戦もできますね。はい、ね、ヨシキ君手を挙げてるタイミング、結構最後じゃなくて、多分自分が霊媒師をするタイミングを、多分逃してたように見えたんですよ。だからそれは両サイドとか見える人と正直僕からほとんど見えないので見てほしいですよ。で、分かりやすく言うと浩平さんを釣った場合って強靭のゆかりちゃんがミスって、ロールを出す可能性があって角狼になる可能性はあるんですよ。浩平君がただ狼だったら絶対割ってくるんでそこなんですよ、きついとこは。なのでもね、正直俺が入れると絶対浩平さんにみんな入れるよね。なんでちょっと入れたくないかな。なんで霊媒沈落ちしているかな、ゆかりちゃんの方が。ちょっと和也さんに聞いてですよ。ゆかりさんは占い師、Tさんが占い師で、これは正直落ちてると思ってて、正直ご使用満面だと思って、5人役職が出ているしぐれさんと、新郎新郎残っていると思っていて、で、占い師が兵糧だと思って、芯が落ちて、強豪の芯とか言いませんでした。で、ヨシ君がロー、T さんが芯で、思ってるから、これは役職に行かなきゃ結構負ける気だと思っているんで、俺目線で6分なんだけど、皆さんが飲んでくるのは6分みたいな、あれは6分けど、霊媒ローラーが一番安全だと思っている。で、ヨシ君から行くべきじゃないかなと思っている。霊媒から行くんであろう。ヨシ君は昨日の出方がめちゃくちゃ怪しくて、何回も手を挙げて下げて、手を挙げて下げてっていうのは、狼で出るのを使ってたんじゃないかなってすごく思ってます。はい、いきます。だいぶ迷っているところでございますが、気持ちとしてはだいぶ6分さんを打ち込みたいなっていう
まあでも翌日にオロツがなければ動画的に面白くなるので全然いいなと思っております。で、自分が思った違和感をちょっと信じようと思ってます。ゆかりさんに言います。はい、お願いします。すごい違和感があるのは、最初の絆リレーで4人上がりました。4人中2人 CO しました。なんかあんだけいないいないって言ってたのに結局2人上がったりだとか、なんかちょっと出方もおかしかったりとか、すごい思いました。僕はまあゆかりさんに投票して、色を見てもらいたいなと思います。はい、ちょっと村の流れがちょっとおかしくなってる気がするのでちゃんと言いたいと思います。結局ゆかりちゃんをするっていうことは結局のところまあ緑を信じるってことなんですよね。それだったら行くのは公平なんじゃないかなと思ってます。ちなみに言うと自分は緑が強靭で一番人間っぽい公平に打ったと思っているので、今日はもう霊能から行ってしまいたいと思っています。結局も霊能の偽だと思って行きます。昼の議論中でも言った通り、まあ、YOSHIKI さんは太鼓なので間違いなく、人外で、ロックンも昨日、決戦投票にすると見せかけて間違って投票したようにおっしゃったんですけど、実は仲間をかばって本当に投票したんじゃないかなと思っております。だから結構二郎かなと思っています。で、流れ的に今日は YOSHIKI さん釣れないかなと思ったんですけど、アンパイさんが入れてくれたので僕はもう間違いなく、人外の YOSHIKI さんに投票します。僕らしに飲んでくればいいです。まあ、私するだったらもうよく信じてるってことになりますよね。で、私は人外票が集まった気がします。こんな3票パンパンパンって入ったから。だからよくんは人狼で霊媒に狂人が出てると思います。で、まあ白でなんでT さんが狂人、こっちが真もありえます。で、こっちの真が分かんないので釣れるなら緑を釣りたいです。今投票した時点で前の4人の中で昨日の模試用から見ると前の4人の中で人狼を2人いる可能性もあるんじゃないかなと思います。投票よしきさん、真の占い、しぐれさんが真の占い師の可能性もあると思いますが、まあ、一応、まあ、今日霊媒から積みたいなと思います。明日の占い結果を見てみたいと思います。はい、私はさっきちょっとごめんなさい間違ったんですけど、私この2人を信じていてってなったら、どうします。僕が最初に思っちゃダメです。それさせてください。手を挙げてましたよ。俺がこの状況になるのおかしいんだよな。なんで、僕の人もどっちが真か正直分かってないんですよ。で、T さんは囲われて白を打たれてるんで、椅子が死んでる、黒かった線がもう狂人だと思ってるんで、狼いると思います。僕が白を見たくないんです。そうなのかな？マジでわかんない。いたします。さあ、全名、一人ずつです。育児なし決めろよ、男なら何やってんだよ、強制に見られるよ、そういうことやってると。よしき、ダメだよ、それは。どっちか本物だと決めるってやんないと。育児なし、でも本物だと思う、はい、育児なし投票遅くなる、もっと俺が悪いんですけど、投票は進むでした。そして、俺目線どっちが進化か、 T さんがおそらく強人でしょう、どっちかが狼でしょう。そこまでしか分かってないんです。だからこそ殺せないんです。真剣に考えて、まあ、村口に任せます。
三振で強靭人狼って思っちゃいました。さあ、じゃあ YOSHIKI 君に投票する人は指を1、リョックに投票する人は2、ヒカルちゃんに投票する人は3、決まった人から手を上に上げてください。変えるのはなしです、一斉に、出してください。3、2、1、ドン。1の人、2の人、はい、3の人、はい、1、YOSHIKI 君、初見、はい、ゆごん、はい、正直、僕がちょっと死にたかったんです。この前まず占い師の値を考えてやるべきです。今日の感情に流されて通じるだけではないと思います。私目線も真が分からなかったので、真が分かっているのであれば真を殺しますよ。2、3だったら本物だからこそ迷ってます。 T さんが標準でどっちかが多めだと思います。その推理は、残していきたいと思います。本物を決めて頑張ってください。以上です。さあ、YOSHIKI君お願い。はい、はい、夜、夜、最初に狼さんからお願いします。狼さん、狼さん、来てください、来てください、狼さん、来てください。本日どなたわかりますか、本日どなたわかりますか。こちらの方でよろしいでしょうか。確認が取れました。休みなさい、休みなさい。霊媒師さん、霊媒師さん、来てください、来てください。昨日処刑された霊式、霊式の方はこちらに来ます。確認をお願いします。占い師さん、占い師さん、来てください、占い師さん、来てください。本日どなたわかりますか、本日どなたに、こちらのことでよろしいですか。こちらのことの結果はこちらになります。こちらになります。こちらになります。おはようございます。岸さん、岸さん、おはようございます。岸さんもおはようございます。本日あなたはお願いしますか。というのでましたら、おはようございます。おはようございます。朝になります。朝になります。本日誰も死んでいません。はい、結果 BOT さん3、2、1、4、はい、奈々ちゃん人間出ました。そうですよね。カズヤさん、ていうか、あ、大丈夫。じゃあ占いってあの理由を、じゃあ浦井さんがどうぞ。え、私は人外票がやっぱ集まった気がしてて、カズヤさん、ジョンさん、リョックンで、リョックンはもう人狼だと思ってて、リョックン、ジョンさんすごい占いたかったんですよ。でも堅くなりすごい票入れてくるし、でも目立ちすぎだなって思うのと、緑君がすごい疑ってるから、あの老老じゃない限りここは白な気がして、和也さんです。消去法的に和也さんがなっちゃいました。ちなみに僕、ゆかりさん投票してないんだけど、浩平さん投票したから。誰かちょっと間違って、あ、じゃあ勘違いです。緑君と和也さんと和也さん誰かした7か、ひな、え、ハクト君、ゆかりさん、ハクト君、はい、僕がいい。僕はカズヤさんって、ジョーさん怪しかったんだけども、ゆかりさんに入れてくださったから、あ、ないのかなって思っていて、もちろん、タキノさんも1時間3分で、そういうところで、奈々ちゃんが相手が白をもらっているというところで、誰も確定白、確実に人間って人がいない中で、まあ、そこ作っておくとメリットあるかなと思ったので、奈々さんが人間でした。なので、残りのひなちゃん、アンパイさんのところを僕は疑わざるを得ないと思ってます。よくんって多分、キズナリレーの作戦的になったら落としてて、いや、それ関係ないですよ。だって俺、ちぐれさんがもともと降りてるので、分からないんで、じゃあそれは別に人間要素を取ってない、取ってないしたってわけではないか、分からないです。はい、T さんって話聞いた。 T さんは、ヨシキが黒だと思ってで、あれば、T さんみたいに俺は狼ほぼないと思ってほしくて、いや、ちょっと話しないんですけど、黒を見たんですよ。なので占い師の中が本物と狂人だと思うんですよ。で、人狼だったからこそ仲間がいなくて、だから、いや、あるんだったら、りょっくん強豪枠ですよ。そうです、強豪枠があって、で、ゆかりちゃんが死んだから、はい、どっちかわかんないから、どっちを殺そうかっていうところで、はい、結局、っていうか、ごめんなさい、YOSHIKI君目線、リョック君確定ですよ、もし殺すんだったら。だって一郎見てる人、何も見てないんですよ。で、だったらリョック君一撃じゃないですか。で、ゆかりちゃんに僕票入れたじゃないですか、間違って、霊媒と。あれがいい方に来て、多分その2票のうち、タクト君が
真ん中入れてる票だよね、見てないところで言ったら。で、緑区が人狼だったら、タクトの方がなくなるでしょう。はい。まず、ヨスキ君が人狼だったら、なぜ決戦投票したんですか。ヨスキ君が人狼なら、僕かゆかりさんに入れとけばいいんですよ。なんで死にに行く決戦連盟に自分で乗ったか、それが意味が分かりませんよね。そう、だからそういうことを考えた上で T さんを偽物だと皆さん分かってほしい。そしてそういう点で浩平さんも人狼、うん、それはつらないか。でもとりあえず今日 T さんを処刑する理由はそれであると思います。苦労なわけがない。それじゃあ一応すいません、ですね、僕の処刑の流れになるのは分かるんですけれども、それは全部YOSHIKIさんが仕組んだことです。YOSHIKIさんが人狼で、あと理論残ってるんですよ。僕ちょっと今緑区が本物あるのかなと思い始めて、で浩平さんが人狼だからもう一人の人狼が出てこれないんですよ。じゃあ俺は初日から吉木君を殺しに興味ってで、浩平君が人狼だったら T さん処刑やめた方がいいんですよ。強人に見えてて軍長が、誰も何も喋ってないじゃないですか、はい、ってことを考えたら死んで今日で狼出した時点で、ここが狼だった場合で あそこが死んで、あ、偽京平殿なんだなって分かってるんですよ。それっていうのは、俺はしぐれさん死んだって結構思ってるから全員の釣りたい、やつを。はい、霊媒師ですか、占い師。ラストで残りたいタイプだな。そうそうそう。T さんって、ロスト人狼を見てるってことは初日の投票をめちゃくちゃ洗いたい人間なんじゃないですか。あ、終了です、投票です。なぜ投票を洗わないのか。ヨシキ君って、かなり4票ぐらい集まっているってことは、ヨシキ君に入れてる人は人間に見えますよね、 T さんです。その票を洗おうとしない。果たして今後に見えるか、全く見えないと思います。 T さんに今日投票したり、公平に落としたりが T さんに投票しましょう。村目線になって、はい、投票します。僕もヨシキさんの流れはちょっと怪しいなと思ってたんですけど、あそこでああいう風になったのがちょっと何かできなかったのが、まあ、若干ちょっと繋がったのはあるかなっていうので、今のところちょっとツボに入ったなという感じで、ほい、はい、またツボに入りますね。今の両方言ったのすごいなと思って、 T さんの目線から言うと絶対昨日の投票って洗うべきであって、そしてその中に絶対人間はいるわけですよ。だってゆかりちゃんの釣られる流れだったわけだから、自分に汁出してくれてゆかりちゃんが釣られそうになってるところで、これはすごい流れを変えました、霊能釣りましょうっていう形で、っていうことでやっぱりそこは洗うべきだったんじゃないかなと思うので、偽だと思って。じゃあ、よしくんの死にはもう一個食べます。初日最後で、票を持ってたじゃないですか。で、信用したじゃないですか。実は自分が入れる前に、票を持った人がよしくんに入れた瞬間に死んだんですよ。自分は絶対死んだ位置にいて、そこなのに投票を譲って自分が死をしなくて、それで自分に入んなくて死をしてるんです。それって死の役所と思いますか。死ぬ票をあげてるんです。それは俺は絶対死に見えないんです。なんで、T さんは死が強いと思うんです。なんで、T さん死の、狼の君が分かるかな、分かるかな、ゆかりかな、いや違う、ゆかりさんはかるやつ、うん、だ、ゆっくりさんが、人狼側だとしたら、人外側だとしたら、他の、まあ、あと2人、2人っていうか、人狼の位置がちょっと分からなくなっちゃう、ちょっと考えにくいと思いまして、まあ、やっぱ、2人の占いだとしたら、ゆかりちゃんの方が、っぽいかなと思います。そうなると、1、2、3か1、2、3ってなるって感じですかね。で、投票を入れます。昨日も僕がゆかりちゃんに入れたんですけど、でそこに乗ってきた人絶対人狼いると思うんですよ、僕で考えた時に、よっくんはまさに攻撃入れてるから、そのジョンがやっぱ自分の本当に僕がなってて、そうなった場合来て、でゆかりちゃん占いは僕じゃない気がするんですよ。それって要はあれって昨日霊媒行く流れだったはずなんですよね。そこに対して僕は霊媒と間違えてゆかりちゃんに入れてるだけ で T さんに入れようとしてたので、そうなった場合霊媒どちらかに入れようとしてたので僕じゃないですよね。でそこを安倍さんは言ったって言ってましたけど、別に霊媒行く流れだったと僕は思ってるから、別にそこは安倍さんが言ったから死ぬではないです。なので、もう霊媒を釣り切った方がいいですね。もう分かりづらい。で浩平君に負けないでと言いたいな。私は
私は T さんは私の白なのでマックスでも標準しかないので T さんは釣ってほしくなくて、まあ、しぐれさんが芯もあるかもしれないけどマックスも標準しかないので、で人狼でまだ芯で見てるので T さんはやっぱ人狼の力に登場します。僕は、T さんに入れます。ただ今ゆかりさん、T さんマックス強靭あってもマックス強靭って言いました。でもじゃあ強靭だった場合 C となるってことはするべきなんじゃないのかな。そのもう本当に芯がつかないのであれば、釣った方がいいのかなと僕は正直思ったので、なんかかばってるようにもやっぱ見えたかなっていうのは、まあそれは仕事先なんでかばるんですけど、なんかちょっとおかしいと思いました。昨日はちょっと人間教授がいたけど、ちょっと今日は霊媒師から行きたいと思います。霊媒師から、はい、じゃあ登場します。そうですね、まあ一分で一分決定してるので前も出ますけれども、ゆかりさんにこっちが本物かっていうのがまだ分かっていなくて、レコモさんというしぐれさんが本物の可能性もあることはあるんですけど、本物が本物だったっていうのは僕目線で一番スッキリするんですよね。その二人狼を取っていて、一人狼がバレてるから最後の人狼が何もすることができないっていうのが僕の考え方なので、信じてくれて申し訳ないんですけど、めちゃ投稿します。で、あ、言おう、まあ、それで7秒経ってます。はい、ですね、よしきさんが人狼です。強靭のような振る舞いをして今日ローラーで僕を釣る流れを作ったうまい人狼です。よしきさんはで、あと2人狼残っています。今日僕に投稿した人の中に1人狼で、今日僕に登場しなかった人に1人狼とばらけていると思います。明日、洗っていただいて村人の皆さんには頑張っていただきたいです。質問者さんがそうするよって言ったのかなと思ってしまって、そうなると僕が本物なのかな、ゆかりさんが教授なのかなと思ってます。以上です。T さんが処刑されたにもかかわらず、恐ろしい料理が、おやすみなさい、おやすみなさい。そしていきます。狼さんは狼さんをしてください。狼さんをしてください。本日どなたを処刑しますか。そこに入れました。霊媒師。昨日処刑された T さんの結果、こちらです。占い師さんの占い師さん、ティッサン、ティッサン、ティッサン、朝になります、朝になります、朝になりますと安牌さんに占いして登場されて議論時間3分です。おはようございます。結果3、2、1、4。アンパイさんおめでとうございます。ジョーマンさん。ジョーさん何か聞いたことあります。まあ、さっきの流れで、まあ、和也さんが僕が浦さんの顔を知りたって話であり得るって話をしたんですけど、その前から浦井さんが気になっていることは、まあ、言っていて、今の、まあ、ヨシキさんを、自分ごと、まあ、しようとするT さんの動きと、まあ、結局釣られてそこのラインを断ち切る、T さんのあの一票っていうのが、そこが、まあ、2つハッピーセットなのかなって僕は思ってるんですが、いつかちょっと気持ち悪いのはアンパイさんの愚痴を怒ってると思う？思わない、思うしかないですよ。これは結構、あると思っていて、なんでかっていうと俺をカメラにまず、いや、そのカメラですよね。で、俺もきっと相方に来てジョーさん来るんで、ジョーさん来るんで自体はカメラにしたいってやると、船の中で一番白かった人
で、かつ俺のこと白いって言った人って邪魔じゃん。T さんグッジョブでも書くとこないから、そう、そんなバーカだと。でも T さんグッジョブだから、アンパイさんグッジョブ。アンパイさん誰に教えてた？アンパイさんは、T さん、新兵は吉木。いや、じゃないか、今最後、今は T さん、今は T さん。だからね、運紙は結構あると思っていて、かつ2日目に緑がだからこそ狼でここに字を送ったんだと思ってる。ひなちゃんの質問する。僕、ひなちゃんのことを伺ってるんですよ。ひなちゃんは今、どちらの占い師が本物でっていうのを聞きたいです。その緑軍王の方が真実を話したと思って、で、あの、浩平さんとゆかりちゃんと、あと占い師とこちら、まあ、Tさんの方がやったようなと思います。3人は話してていうか、ゆかりちゃんってやっぱり緑軍には髪が入らないってことは、いや、まずここを噛んだら浩平君釣れるじゃん。そうそうそう、でしょ。だって死んだったんじゃんってなるからね、釣れるじゃん。なんで構わないの？だから、信用勝負でどちらかというと信用取ってる。で、狼で自分噛めない。強人だったら、漂白は全然ありだけど、人狼どこ気になる？もうだって白しか出てないでしょ。いや、俺はキーさん死んだと思ってるから。いや、じゃなくてゆかりちゃんと、これはもうひなちゃん、かくとくん、もしくは浩平さん。黒で黒出してるんだったら浩平さんだけど、浩平さんを占わないとゆかりちゃんが死んだった場合って、まあ、噛めない位置っていうのは分かるけど、ゆかりちゃん死んだった場合の要は炉はここはあるわけじゃん。え、まあ、炉だと思ってるんですか？でも昨日ヨシキさんの炉だと言いましたし、それは T さん、それは T さん、タクトさんも。いや、だからやっぱゆかりさん今炉だと思ってるっていうのがちょっと気になって、だってさっきマックス狂人ほぼほぼ真に見た。いや、それでいいんですよ。それで狂人が真の狂人で、ここ狂人でローだったら、そしたら確定ローだ。なるほど、カムのシルさん霊能だ。投票時間です。はい、投票します。そうですね、僕目線カズヤさん、ジョンさん、タクトさんはゆかりさんに投票してくれています。なので白目で置いていて、最後ひなちゃんだと思っているんですが、ひなちゃんも僕のことを味方だと思ってくれていると。じゃあ身内切りが発生してるのかなって今思ってます。今日は浩平さんに投票してください。ゆかりさんが偽だと思うなら浩平さんに投票してください。お願いします。投票します。いきますね。昨日の、T さんの発言、これは、初日から吉木さんはまた、かつ、スタッフだけに足らず票も入れてます。で、それで俺と吉木さんのロールを落としてる T さんも死んでる。多分、しぐれさんが死んでるので、真、ロー、真、強、ローだったと思います。強人が死んだと思って、狼を出しちゃっただけなんじゃないかなと思っています。うん、6分に入れてください。本当に安定だって6分です。あ、6分釣れば、安定じゃない、村口安定ではないけど、俺目線は絶対続くので。そう、わかる。浩平君が追ってんのもすげえわかるんだけど、これジョン強靭で動いてないっていう可能性も結構あるんだよね、俺の中では。なんかその CO が、進路進路で来てる気がしてて、 CO できないってなったらジョンだけじゃないかな、強靭で動けないのってなったら、一浪落ちてる状況で、二浪一強、怖いな。よく行きたいな。よく君が見てほしいところがちょっとずれてるって感じがするな。浩平君がきついよね。多分行くよね。多分よく見える浩平が行くよね。行きます。僕の普段の流れも含め、で、さっきの考察の流れも含め、僕は最初からゆかりさんを入れてます。ゆかりさんに入れます。はい、ロックンさんの本物の占い師だとしたら、まあ、人狼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 って結構はっきり見えてきたんですけれども、ゆかりちゃんの人狼、人狼じゃない、本当の占い師の場合だとしたら、ちょっと見えなかったんですよ。しかも、そうなると自然とこっちの方、こっちの方が人狼に、まあ、見えざるを得ないかなと思います。
とはこちらいろいろ考えると緑地さんの方が本物だと思います。
もうこのゲーム終わってる可能性もあります、ありますよ、その前に、そもそもない心境で、ここが心境であるでしょ、そう思ってなのに終わらないっていうことです、心境、心境、高原さんが落ちてるんです、狼が 3人いてってことだよね、俺は最初ぶち込まれた時に、いやだからあいつが強人だからでしょ、いやいやいや、だったら普通にここにぶち込むじゃないですか、俺にかましてんじゃんってなるから、だって公平が人狼だった場合って強人の位置もちょっと探してたじゃん、カズヤさん、2戦目も間違うことになりそうですね、俺は普通に逆に探せると思います、はい、俺強人って見てるんですよね、っていうか強靭位置がないんだよ、しぐれくん以外、まあ、じゃあ岡部さん、そうなんですよ、これだけしようかって今さ俺に実は強靭ありましたってありえます、そもそも、でもゆかりちゃんが噛まれて死んだんだからそこに入れ続けてるから強靭、むしろ俺としてはもうあそこに死んでほしいし、イコールここが本物であってほしいんですよ、もう俺は自分の中でそういうふうに決めてるんですよ、だったらゆかりちゃんじゃないで浩平くん確定じゃないですか、俺はそこまであの意味が分かってないです、いやだって死んが狼出してるから、狼出ししてるとこだから、ああじゃないですか、あ、そこまで全然頭いってないです、単純にもうゆかりさんしか見えない、ああ、なるほど、俺もそうなんです、どうですか、あ、僕ですか、ジョンさんだと思ってます、なぜならキラちゃんはずっと僕を作ってくれました、でタクト君も、公平さんの時はしてくれましたけど、はい、ということはジョンさんがずっと強靭に入れ続けた、そしてジョンさんは何よりも公平さんを最初の絆リレーで選んでた、ここに来て俺を殺しに来たというやつだねはい、ここに来て投票します、ジョンさんに投票します、いや、いや、ジョンさんが 100% は本当もったいない、いや、100% 重要だと思ってます、投票します、ジョンさんが重要です、投票します、僕は、ここがなくなった時点で、まあ、ここの2人のどっちかで、ちょっと考えております、その中でも人気をだいぶ感じるところでタクさんにおぉーはい投票します、なぜこれ出たそうですね、浩平さんの言っていた、しぐれさんが、真の霊媒で落ちてて、老凶なんじゃないかっていう意見もすごい分かるんですけども、実は人狼で、だからその狂人、真位置を探していたからあの発言が出たっていう可能性もあるのかなと思います、で、よっくんさんと浩平さんが実は人狼同士で人狼なしして、その対抗のシーンの、ゆかりさんが占えない状況にまで持ってったのかなって正直思います、そうすれば、はい、なんでごめんなさい、僕が逃げます、私も自分じゃないかなって思っちゃいました、はい、どうぞ、占い師だとしたら今ストブルーズに違ってまして、自分がメラマンのでそうなるとジョンさんの方が一番ラッキーかなというのがなと思います、あ、どうしたらできるのか、よっくん目線で色落ちてんだよね、ヨガで真でしょ、ヨガでしょ、真でしょ、ヨガでしょ、だから色落ちてんだよ、そこ考えてください、なぜこの男がまだ心としてるのか、早いでしょ、この男、はい、今もお願いします、はい、カズヤさん2戦目もそういう感じになっちゃいますね、これカズヤさんもう残されますよ、ずっとあなたこのままミスリードずっと続けていくと、おそらく奈々ちゃんが次に食べられてしまいますでしょう、最後に言っておきます、僕はジョンさんの今の投票は人間に見えた、僕に投票ではなくタクトさんに投票さんは人間に見えた、本当に難しい、この3人の中に人狼がいるんで、それはどの目線でもいるので頑張ってください、明日からカズヤさん勝ってくださいよ、次こそは以上です、編集するの忘れてる手はねお前よっくんは初回からにもかかわらず恐ろしい夜が訪れます、おやすみなさい、おやすみなさい、狼、狼、どなたを撮ってますか、霊媒師、霊媒師、占い師、占い師、ピッシュ、ピッシュ、朝に
になります。朝になります。カズヤさんが無駄なので拍手です。よし、名も言われんぞ、これ2分です。これどう思われますか。あ、私もやってるんですよね。うん、僕も怪しくは見えない。最初からも外れしたんで、ゆかりさんに僕は持っていってたんで、その意見に僕は見えてる。逆にその意見の少なさがやっぱりトータル的に目立ったのが、まあ、田口さんに、僕は感じていて、で意見少ないの。あ、僕そう感じました。っていうのが、その最後のタイミングで、なんか投票するタイミングで喋ってるけど、それ以外のところではまあ喋ってない、潜んでる感が僕は関西さんも同じですけど、ただそれはまあいつもの流れを考えて、まあまあしょうがないのかなっていう、あの専門元一になるのであればそれはそれなんだけど、はい、っていうところでそう感じました。はい、今じゃあごめんなさい、りジョンさんは僕をついたいんですけど、お二人は誰ついたいですか。誰が下の者なんでしょうか。いや、ごめんなさい、誰釣りたいんですか。時間ないんで、行きたいんです。今のところまでの感じ、私ちょっとひなちゃんに釣るかなって思います。僕も正直、ひなさん人狼位置あるのかなっていうのはちょっと思いました。私、結構人狼位置か。いや、でも、いやー、僕、よっくんさんの人狼で落ちたんじゃないかなと思ってます。で、一陣で残ってるんで、だからひなさんかなと思って、意外と、なんか、奈々さんの話し方は、結構、あの村かなと思って、ジョンさん、間違えてるかな、僕は、本当、ひなさん。投票をお願いします。単純に、ひなさんラストウルフで出れなかったのかなって思いました。なんかジョンさんも怪しいんですけど、もうごめんなさい、皆さんに入れます。はい、入れます。僕の中ではもうこの2人しかないんですけど、死にます、死にます。皆さん、
タクトさんが死亡し、オオカミと村人の数が一緒になりました。オオカミ陣営の勝利です。だにゃん。俺初日言ってたでしょ、あいつは狼だって。 MVP 人狼チーム、人狼チーム、くそー。はい、狂人、はい、新世代、はい、新世代、新世代、はい、新世代です。決死、はい、はい、うわー、やらかした、ごめん。いや、うまく勝ったね、人狼は、はい、きつかった、めちゃくちゃ。次回もありますね、これ。次回ありますね。これ勝つまでやりますよ。